クリオにしときましょう。あ、違う、奥だ。よし、お邪魔しまーす。はぁ？うん。あ、そういうことか。こうしてこうしてこうだ。で、今回めっちゃピンキー使うな。今まで全然使ってくした。くそ負ける。わお、多いね。倒しちゃうのが一番いいね。うわ、なんでミスるかね。なるほど。教えてくれるとか優しいな。なんかいっぱい連れてきた。マリオくん、私が本物の亀木だよ。もちろん分かっているだろうね。マリオさんや、わしが本物の亀木じゃよ。あとはみんな偽物ですぞ。マリオさん、俺っち本物っす。分かってるっすよね。わっしゃ本物の亀木じゃぞ。まさかわしを疑っとるんではないじゃろうの。僕本当の亀木だよ。もちろん兄さんなら間違えるわけないよね。こうなったらマリオくん、偽物だと思うやつを片っ端からぶん殴りたまえ。それが良いぜ、よさそうじゃの。兄さん、僕以外のやつを思いっきりぶったたいてやってよ。わかった、わかった、わかった。兄さんが僕を本物の亀木だって、いや、あれほど、一体ひどいや。兄さんって言ってんだよな。なんてね、絶対バレないと思ったんだけどな。ルイージなんだよな。むむ、マリオくん、よくぞ私が偽物だと分かったね。ではさらばだ。ふみゅ、よくぞわしが偽物じゃと分かりましたの。チクショウ、カメキに化ける気ないでしょ、みんな。わしが偽物だと見破るとはなかなかのものじゃの。カメキどういう風に扱ってんのよ、みんな。クソ、覚えてろよ。やったーん、大正解っす、マリオスさん。やっぱり俺たちのことちゃんと分かっていたんすね。感激っす。後ろのやつずっと言ってっけどな。なんじゃこりゃ、部屋は。お、なんかある。真下だったな。わ、なにこれ。なんだっけこれ、なんか火吐く子だよね、この子ね。わからんな。なんかする、反対側でなんかするんだろうな。よし。
これ落ちたらどうなるんだろう。あ、落ちれないのか。鍵がかかってるのか。通れんのか。なるほど。ここかな。よし、オッケー。反対だな。こっちからだな。あーれー。ケイ先生、浮いてんのもいるな。浮いてんのもいるな。マジか。10いかんかった、まあ、100倍いかんかった。あぶれあぶらい。ちょっと普通にヒヤッとしたわ。お、宝箱。モノハの刃、与えるダメージが1増えるが敵からのダメージも1増える。プラスマイナスゼロみたいなやつね、なるな。開かないのか、やっぱ。ふう。鍵がないから戻るしかないね。でもさ、あれ何なんだろう。あそこ行けるはずなんだよな。開いてるのかな。できたー先生。この先生なのでかいな。全然取れなかったわ。まあいいでしょう。3回アイテムだ、すげえ。いらんけどな。そうか、3回アイテムか。なるほどね。そんなアイテム豊富に持ってないから2回で十分だったりするんだよな。これがさ、アイテム20個なり30個なりとか持てるんだったらいいんだけど、アイテム数の所持数って、持てる所持数って10個程度だからさ、大していらないんだよね。うわ、びっくりした。7はでかいな。お、なんだ。神殿の鍵ゲット。
よしよし。これ敵にならないんだね。動くかなと思ったけど、そうでもないね。どっちだろう、手前かな。どっちも外れるのか。あれ、奥外れてなくない？うわ、びっくりした。謎を謎を解かなければここを通せません。謎が解けたなら通してあげます。ああ、そういうことね。はいはい、了解です。開いてるね。そういう感じ。え、奥押せないの？奥に押せないの？押せると思ったんだけど。え、奥押せないんだ。こっちのモーションは出るもんね。でもこっちのモーションは出ないんだ。敵にまっすぐ並ぶでしょ。あれ、あ、ここあれか、行き来できるんかい。分かんないな。まあそんなことではないわな。そらそうだわ。なんかどっかにヒントあったかな。ここのヒントどっかにあったかな。見てないな。反対から押せないっていうのがでかいな。モーションなし、モーションなし。あの白い席で話しかけると横の方向を振り向くんだよ。あ、そうなん。ありがとう、カミキ。それはいい情報だわ。せっかくだったらこいつこっちも振り向かせるか。謎を解かなければ、解けたなら通してあげます。よし、これで気持ちいいね。オッケー。三つ同じ方向向いてる。おー、優しみー、優しみー。ただスターはない模様。行きましょう。こんなところ、こんなところまで来るのは誰だ。
わあ、誰？君誰？貴様マリオだな。とうとうここまでやってきたか。クッ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 ク、星の精を助けに来たのだろうが、そうはいかんぞ。ここで貴様をやっつけて、クッパ様へのプレゼントに氷漬けのプレゼントをして差し上げるのだ。はぁ、あ、来てしまった。なんか周りにも。パラレラーだ。クッパの手下でクリスタン神殿に潜り込んだやつだよ。最大 HP は70、攻撃力は6、防御力は2だ。オプションを吸い込んで吐き出すって攻撃をしてくるよ。その時攻撃を4でオプションの数だけ連続して吹き出すんだ。あとマリオを凍らせちゃうこともあるから気をつけないとね。 HP が少なくなると分身の攻撃もしてくるんだ。その時攻撃は8だよ。分身中は本体を攻撃しないとダメージを与えられないんだ。どれが本体かわからない全体を攻撃したらいいんだよ。オイラって賢いよね。いけるかな。試してみましょう。物は試し。さあ行け。レッツロー。時間よ止まれ。キニャン。よし。6か。クリオチャージ。うん、なるほど。オプションやっぱあるんだね。敵よけるつけとくか。よし、オッケー。チャージ。難しい。50回復、スーパーキノコ、スーパーキノコでいこう。よし。チャージ。抜いてが欲しいな。いけるか。オッケー、来た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 。これはでかい。で、連続チャージをして、これなら耐えれるね。耐えれるから、ハンマーだったらどうなる？4か。ハン
ンマーの方が攻撃できそうだね。試してみよう。15、30、22。 OK。 お、1のままだ。よし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 、ありがてえ。1のままだ、1のままだけど22。4、18。 OK。 18、8でしょ、6、2、チャージ2回。いて、あ、なんか絶対違う攻撃してきた。あ、いや、消えた、消えたよ。それはきちいな。消えたんだったら、回復積んどく？いや、次、6でしょ。3、6、6だから耐えれるから。4でしょ。もうワンチャージ、もうワンチャージして、もうワンチャージして、ちょっと待って、それは聞いてない、それずっこいよ。ちょっと待って、今終わる計算やったんや、私の中では終わる計算やったんや、どういうことや。くっそ、それはちょっと計算外。ちょっと待って、じゃあもうちょいクリオチャージをちょっと増やして、なに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 、ティティリンティティン、ティンティリンティティン、ティンティリンティティン、分身宙に浮いてるし、宙に浮いてるし、それはないわ。ここは全体攻撃ないっちゅうねん。うわ、どうしよう。うわ、ピンキーに変えて、ちょっと待って、わからんすぎるな。回復を積むべきか、回復を積むべきか。消すべきか、消すべき。よし、正解。で、考えて。3分の1当たったぞ。 OK、 ナイス、危ない。次ぐらいでいけんちゃうかな。9、惜しい。回復すんなよ、回復すんなっつってるやろ、バカ野郎、バカ野郎。私そんな、今回そんなに回復してないし。うわ、やばい、またや、またや、またや、わからへん。さあ、3分の1。わかんねえ。これビンゴ、よし、冴えてる、シンクさん冴えてる。 OK。
よし、オッケー。危ない、危ない、危ない。回復しましょう、回復しましょう。回復しとく、うん、回復しとく。回復つも、危ない、危ない、危ない、危なすぎる。よし。うん、あ、うん、マジか。わからんてば。自信がつけられへんっていうのがでかいな。これ自信宙に浮いてるっていうのがいやらしすぎるんよな。前やったやろ、後ろやったやろ、真ん中ではない、前、ぐにゃーん。いや、もうこれはチャージ積みするしかない。8なら耐えれる、8なら耐えれる、真ん中じゃ。よし、オッケー。もうワンチャージ、オッケー。お前バカ野郎、お前バカ野郎。違うんかい。わかんねえな。ここ。よし、来た。10はいける、10は硬い、10は硬いけど、延命さしてどうすんねんって話やねんな。真ん中ではない、2択を外したらやばい。いや、1回回復積もう。いや、でも1回回復を積もう。二択や。後ろか前か、後ろか前か、どっちや、どっちや。こっち。入らんかった。あ、チャージしたまんまや。外れへんねんや。おお、それは新しいことを知った。ちょっと待って、最後のクッパ、最後の星のせいがクッパ様をよろしよう。ちょっとテンション上がりすぎて、どんな風に読んでたかめっちゃ吹っ飛んだ、わからへん。ないやんな、大丈夫やんな、大丈夫やんな。よし、よし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 、やったー。よし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 。地の果ての忘れられた神殿でマリオたちはとうとう最後の星の精を救い出しました。7人の星の精が集まればスターの杖を持ったクッパと戦うための力を得ることができます。大魔王クッパと対決する時がいよいよやってきました。果たしてマリオはピーチ姫とスターの杖をクッパの手から取り戻すことができるのでしょうか。
セーブして終わります。